今日はここ秋葉原リトル DSD にサトピーと飯田くんがやってきたよ。店内には2台のダーツマシンやおしゃれなバーカウンターがあるよ。遊び方を店主のスポーツさんに教えてもらったよ。つま先を残すみたいな。つま先残しですね。で、あとはもう体をぶらさずにそのまますっとこう、なんかそのまままっすぐ出すイメージですね。すっとこう、すっと。あー、なるほど。もうちょっと前に出てきちゃうと思う。前に出ちゃう。倒れない程度に前に重心。わかった、わかった。おイメージはその中に。おこれいい感じっすよ。寄ってきてる。大丈夫か。そんな上手くなっちゃってもあれ。いきなり飛ぶから難しいね。ちゃんと使ってこう真ん中に合わせていくようなイメージでやっていくと結構必要だっす。こうしてですね。はい。こう。そうそう、そんな感じで。はい。で、腕はあんまり最初に伸ばしすぎちゃうとやっぱその分ブレちゃうんですよ。で、腕がこう、あ、なるほど。行ってこいの時にブレちゃうんで、最初の構えをもうこの辺に取っておいて、はい、で、あと腕だけ出すようにですね。ブルに向かって指を伸ばすような。ああ、おい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 。これだ、これだ。いいよいいよ、両方なってくる。そうそうそう。分かっちゃった。指を刺すようなイメージ。あ、そうそうそう。おい。もうそんな感じです。力は本当に入れすぎないのがいい。あ、おい。僕ちょっと上手くなりすぎちゃう。素晴らしい。おお。早速2人で対戦したよ。佐藤さん、久保田さんで戦ってみる。今何点だったんですか？20点。サトピー20点です。お次20入れたら勝ちです。あー、おーおーいエレベルだな。ノブ30点ノブさん30点ノブさんの勝ちですね。意外と負けず嫌いな。ディフェンディングチャンピオンが入る。おーい、じゃあこいつ雨ですよ。びっくりしよう。おーい、高いよ。77点。マジかよ、お前絵は読めや。いや、それはだって佐藤さんは言っちゃうよ、トリプルですよ。いや、でもほら、でも5だから5だ。今何点だったんですか？23点。すごいな。ノブさんの勝ち？ノブちゃん。あと2回ぐらい押さないと気になる。勝つまでやらせてもらうしかないんじゃない？そんなことないですよ。意外と大人げないサトピーだ。今回はこれ8ラウンドあるんで、もうちょっとこう。そうですよね。はい、続くんです。本当にイベントぐらいしか使わないよね、こういうの設定。そうですね。設定本当に。ゲーム系ですね。負けた方がじゃあショットで。64です。全然一緒にやったじゃん。ああ、外しました。ああ、マジかよ。あと次真ん中出たら同点です。真ん中で同点なの。うわ、え、マジで勝ったの？勝ったの？同点。同点、すごいっすね。いや、勝った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 。
当日のメニューを一部ご馳走になったよ。ちゃんマークにハート。でもこの愛のこれ何て読むのか。愛の儚さがいいじゃない。ああだからさ今までね数多くの愛をぶち壊してきたから。そういうのやめてもらっていい。結構傷つけた。してます。うるせえ。ああじゃあ召し上がりましょう。召し上がりましょう。召し上がりますか。うん、召し上がってみましょう。これフォークか。フォークで食う。僕ねオムライスフォークで食べる。フォーク派。はい。フォーク派だ。あ、これちょっと野菜のっけ。野菜にもなるなと思う。お、はい、いいね、いいね、これね。あ、ありがとうございます。何砂糖いい、ね、それ俺が書くべきでしょ。なんでお前がサトピーって書いたの。いや、愛ゆえに、愛ゆえに壊れた愛を取り戻そうと。うるせえよ。じゃあお互いあんしてもらいたいっすね。お互いあん。スプーンがいいですね。スプーンかな。フォークだとグッて刺すじゃん。あ、そうですね、うん、じゃあスプーンでいきますか。スプーンでいきましょう。お互いあんって、じゃあ俺のところ、俺の愛のところね。はい、その壊れた、うるせえ。壊れたが多いよ。歪んだ愛を。歪んで壊れた。歪んで壊れた愛を。しょうがないです。いただけるんであれば、うん、もうね、頑張って、ちょっと多いね。頑張って、ちょっとやばい、やばい、垂れちゃって、うるせえ。しょうがない。ぶら下がって、ね、卵だから。ちゃんと綺麗にしてる。分かって、もういいです、もういいです。これちょっと、何増えちゃったんですか。はい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 。うまーい。じゃあ次さん。すごい黄身とろとろじゃないですか。いやこれめっちゃうまい。なんて言うんだろうな、ほら子供の頃お母さんが作ってくれたオムライス。お前の母ちゃんに毎回あれやってたの。いいよ、いい子供な。はい。なんか食べちゃいます。うん、どうですか。いやこんなね、みんなうまい、うまい。それやるならもう食べる前に言ったから。そうなんだ。無理がさ、口の中で、いやそんなねって言ったらもうそれ批判でしょ。そんなに。おいしいです。うまいですね。とってもおいしいです。これめちゃめちゃうまいです。皆さんぜひこれオムライスをね。なんだろう、この作った人の愛情が感じられるオムライス。マジで、はいはいはい、マジでって感じてないです。いや、どうせ男かなと思って。男が作ったかなって。ああ、
そういう愛情あんまりほら。コック長は。コック長がもうわかんない気持ちはもう。なわけないよ。その愛欲しい。その愛だ。まあでも逆にもう何でも愛なら欲しい年頃だけどね。そんなむやみや誰に求めてどうする。愛を。お前言葉尻いちいち悪い。いちいちネガティブだ。これよく言われるんですよ。人が多い。そうそうそういうとこあるよ。結構食ってっちゃうけどね。これ止まんなくなるの。おいしい。うまい。おいしい。このケチャップのこれ一人で1個食うやつなの。まあでも結構女の子じゃ多分量あるから、まあテーブル1個とかじゃ。そうですね。みんなでつついて食べれば。すげえさ、オムライスばっか食ってるけど、はい、こっちも出てるわけ。生ハムチーズだ。オムライスが好きなんですよ。オムライス俺も好き。オムライスも好き。俺もじゃあもう食べよう。これ出てくる。これとコラボで。あ、巻くんですかね。巻く系かな。巻く系だ。うん、ちょっと巻いてみて。まあ、生ハムメロンの、うん、あれですよね。あれってなんですか。このチーズビスケット版みたいな。うん、あ、巻いた。こんな感じで。巻きました。いや、いただきます。お、メンズ食い。やんちゃか。うん。お。どうですか。どうなんですか。おお。はい。おお。俺も。めっちゃくちゃ。うん。うん。うん。と。おん。うん。と翻訳してみましょう。お翻訳する。はい。チーズとハムが絶妙のコラボレーション。もう伝わる。もう伝わる。うまい。めちゃめちゃうまい。いただきます。大人たちと一緒に遊ばないかい。みんな遊びにおいで。